ルカ・マルモリーニは、イタリア出身の F1 エンジニアである。トヨタ F1 や、スクーデリア・フェラーリのエンジンエレクトロニクス、部門責任者を務めた。トヨタに所属していた頃は、ブレーンというニックネームを付けられていた。子供の頃は、エンジニアになりたいと思っていた。さらに、フェラーリのエンジニアになることが夢であったという。1986年に、ピサ大学を卒業し、 1990年に博士号を取得した。マサチューセッツ工科大学で研究者としての活動を始める頃に、マクラーレンからフェラーリに移籍したスティーブ・ニコルズからエンジン設計者としてのオファーを受けた。マルモリーにはそれを受諾し、1990年にフェラーリに入社した。 1995年の 412T2 に搭載された 3.0LV12 エンジンで初めて開発の責任者を務め、以後2000年の F1 から2000に搭載された 3.0LV10 エンジンまで担当した。1999年にフェラーリは16年ぶりのコンストラクターズチャンピオンを獲得するが、マルモリーニはそれを共に祝うことなく、同年9月に トヨタに移籍した。当初はエンジン部門のプロジェクトリーダーに2003年からはエンジン担当ゼネラルマネージャーに就任した。2009年1月にトヨタからの離脱を発表。挙手が話題となったが、同年9月にフルスのフェラーリンエンジンエレクトロニクス部門責任者として移籍することを発表した。2014年7月31日をもって、 フェラーリを去ったことがチームから公式に発表された。2020年ロードレース世界選手権に参戦するアプリリアのエンジン開発に参画することが明らかになった。現在はモデナ在住である。ありがとうございます。